月城明の星に願いを、イエ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 イ。はい、スタジオがね、実は変わりました。実はっていうか、もう見てわかると思うんですけどね、スタジオ変わってます。学校のチャイムがなんか、はい、学校のチャイムがあるスタジオです。すごいレトロで可愛いところですね。はい、はい、この番組はですね、芸能、文学、さまざまなジャンルで活躍しているアーティストさんたちをゲストにお招きして、テーマトークでゲストさんの人となりを知っちゃいましょうというような番組でございます。はい、はい、メイン MC を務めさせていただきます月城明と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてサブ MC の、はい、はい、私いつものサブ MC の鈴木美恵子です。お願いします。はい、イエイエイエイ、おなじみ鈴木美恵さんでございます。そして今回初めての登場でございます。初めてやらせていただきます。柳ちか子で、略して柳ちかです。よろしくお願いします。柳ちか、かわいい。よろしくお願いします。はい、そして準レギュラーのじゃじゃん、皆様こんにちは、日曜日の夕暮れ時、皆様いかがお過ごしいらっしゃいますか。受信料のいらない教養番組、城明の星に願いをの時間がやってまいりました。なんかね、ずっと1月から3月出てたんですけど、ちょっと4月5月、お休みいたしましたっていうのは、3月の時にレギュラーで高橋さん準レギュラーでもって明さんから言われたんですけども、もうその時すでに4月5月仕事が入っておりまして、すいません。6月、今月からですね、今日から、一応今年いっぱいは第1日曜日は明けてあります。ありがとうございます。まあこれからですね、いつ高橋さんもう結構なんですけどって言われるんじゃないかと、その恐怖と戦いながらやっていかなきゃいけないんじゃないかと思いますけどね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。イエイエイ。そして高橋さんがものすごいゲスト様をね、連れてきてくださいました。はい、本日ゲスト様がいらしてくださったのは、して方北条流能楽師の枠宗太郎さんでございます。はい、素敵、かっこいい。よろしくお願いいたします。寡黙な方でいらっしゃる。何か何か、なんでよ、始まる前と急に顔が変わったじゃないか。あれ緊張しております。本当ですか。枠宗太郎です。枠じゃなくて枠さんなんですね。枠、これね、よく最近もう枠さん枠さんって言われるんですけど、イントネーションがまだ、イカリア長介以来なんですよね。踊る大捜査線ですね。で、小田裕二が枠さんって、はい、あれ以来私枠さんって呼ばれるんです。それまでね、私もずっと枠さんだと思ってたんです。枠さんです。枠、はい、枠宗太郎さんです。WA のところにこうアクセントがつくんですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。来ていただいて、こんなにね、なかなかイケメンですよ。ちょっとアップでぜひぜひ、一応念入りにひげは剃ってきたんですけど、全然化粧はしてないんで、お化粧しなくても全然ね、本当にすいません。もうイケメン枠をお願いしますということでお願いをしたところね、本当にありがとうございます。そんなお願いされたとは思わなかった。本当にありがとうございます。あと、はい、同じ日に2人出ますからね。この2人も、はい、負けず劣らずのイケメンでございますから、楽しみでございますね。ただ表つけちゃうからね。ね、目つけちゃうから顔がわからないという。そうですね。後で、お写真見せますけど、ね、はい、後ほど、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、恒例のお菓子コーナーに入りたいなと思います。前回からね、お菓子の時に、来ていただいてた椎野さん、今回も、お菓子執事として出ていただきます。椎野さん、よろしくお願いいたします。ただいま。はい。今日のお菓子どうでしょうか。カメラにね、ぜひ映していただいて。ちょっとさっき私が切ったんですけどね、なんかもうすごくいびつになっちゃってね。そうですか。で、大きいのからちっちゃいのまで、はい、綺麗ですね。これは何でしょうか。これはですね、はい、今日のゲストの枠宗太郎さんがですね、申し訳ありません、フルネームで呼ぶことないから、いつも宗太郎くんしか呼んでないからね。宗太郎さんがですね、名古屋なんですよ。
国がね、うん、で、名古屋の、この美濃中というお菓子屋さんなんですけど、和菓子のお店屋さんなんですけどね、はい、美濃中、美濃ってほら名古屋でしょ、愛知の方でしょ、それで美濃中という、で本当はこの美濃中のあがり羊羹っていうのがね非常に有名で美味しいんですけどもね、おすすめだったんですけど、なんか夏の時になっちゃうと販売をしなくなっちゃうんで、生物なんで3日ぐらいしか持たないんですよ。で今日はこの美濃中のですね、水羊羹を今日はご用意させていただきました。すごい綺麗だし美味しそうですね、うん、すごい綺麗ね、お皿も可愛い、お皿も可愛いですね、うん、センスが、ありがとうございます。しのさん、しのさんありがとうございました。皆さんにね一言、はい、後で一口もらいますんで、で感想は後ほどツイッターで、はい、じゃあフォローしてください。しのさんいますので多分残らないと思うんだけどあれはい、でまずねゲスト様から一口食べていただきまして、私からでいいですか、はい、素敵なお声で一言何か言っていただければなと思うんですが、うん、じゃあどうぞ。美味しいです。早い、うまいな。いただいてからなんだよ、そんなところ、そんなのいつ覚えたんですか。じゃあ、はい、いただきどうぞ、はいはい、手が震えてしまいます。あ、わかります。それ夕べの酒が残ってんじゃないあれなんか結構飛ばし気味な感じのいただきます。はい、いかがでしょうか。うん、水羊羹ですね。なんだそれ水羊羹でも、ショタロは、ショタロ君は美濃中は知ってるよね。今日知りました。本当結構ね、お茶の、まあ、裏千家もそうなんですけど、お茶の世界ではこの美濃中のそのあがり羊羹っていうのが結構お茶の席のお菓子として結構有名らしくてですね、よく出されるそうなんですよ。美味しい、うん、遅いですね、ごめんなさい大丈夫、何でしょう、マイペースにねやっていただければなと、うん、常に緊張せずに食べていただければ。食べ過ぎですね。あ、全然むしろ食べきっていただいて大丈夫ですので、はい、ね、引き続きまして準レギュラーの、はい、はい、高橋さんにちょっとまた一口食べていただいて、いいお声で一言、はい、これね、珍しいのはもう最近でも葉っぱをこの本当の葉っぱがっていうのはね、うん、なかなかそうですね、うん、本物の葉っぱを使ってますね。これ今これ柵で取り寄せたんですけど、その柵の中に葉っぱだけ5枚真空パックになって葉っぱがね入ってるんですよ。でこれだと真空パックなんでかなり日持ちもするんでね。ああ、じゃあ夏でも大丈夫ですね。はい、じゃあいただきます。ね、小豆のね味がしっかりしてるんですよ、うん、小豆の香りとか、ね、うん、まあ普通のパックの水羊羹もそうなんだけど、やっぱりちょっとこう小豆のね干した、まあ、こしあんちょっと粉っぽさっていうか、うん、程よい粉っぽさっていうのがね、うん、残るんですよ。あとで食べていただいたら分かると思う。言いたかったこと言われちゃった。あ、言いたかったなんで先に言わない。言いたかったことらしい、うん、はい、ございます。はい、なんか決め台詞とか大丈夫ですか。そんな目を恒例の無茶ぶりでございますしまったはい、どんどんね MC がゲストさんと準レギュラーを潰していく番組はい、そいつなこと言ってるのにちょっと怒られちゃうかもしれないんでね。じゃあぜひいただいてください。さあ、どちらからいきますか。じゃあ、私から行きましょうか、ね、地味だな、はい、ちょっとね、お腹減ってるんです。はい、お姉ちゃんからさっきからだいぶこうお腹鳴ってるんですよね。そうなんですか全然聞こえなかったけど、いただきます、はい、なんか どっちから行けばいいな。うん、柔らかい。水よ、いただきます、はい、いただきます。神妙な面持ちですどうしましたか。うまい、うん、よかった。美味
しい。つい男らしくなってしまう美味しさ。うん、はい。柔らかくて食べやすいですね。はい、美味しい。食べてみよう。そんなびくつかなくても大丈夫です。誰も、誰も、誰も怖くて。誰も怒らないから大丈夫。本当ですか。なんでこんなことで怒られなきゃいけない。本当だ、柔らかい。柔らかい。いただきます。うん。美味しい。どうです。初登場のね、やなちかちゃんの。初美味しいいただきました。初美味しい。はい、ありがとうございます。どうですか、あの香りは？香りすごい甘い、いい香りします。甘い香りがしますか。私もいただいてみようかなって。なんでこんなに大きいんだこれ。おかしいでしょ、私のだけ。なんか倍ぐらいあります、ね。これね、あの皆さんのとちょっとスミエちゃんのと比べてみると、あのねこれこれは倍って 1.5 倍かな。ちょっとしたテロですよね、これ。おかしいですよね。すいません、あの、ね、5等分にしようと思ってね、最初にこう、はい、あれしたんだけど、はい、やってったら最後に残り物には服があるじゃないけど、残り物がね、はい、大きくなっちゃったんです。あ、なるほど。これ私へのこの配慮といい、はいはい、心遣いなど、ありがとうございます。はい、じゃあいただきます。ちょっとね、大きすぎて、あ、割れますね、これ大きすぎて割れてしまいますね。でちょっと小さくしてね、食べますかね。本当だったら、あの、私このままそっていっちゃいたいぐらい美味しそうな、美味しそうな。いただきます。うん。うん。スポンって言ってもよかったんでしょ。うん。うん。水羊羹ですね。まんまでした。あ、でも、あの、切り口を見ていただくと分かるんですけど、すごい綺麗に、本当に柔らかくて、すごい綺麗に切れます。水羊羹結構好きで食べるんですけど、本当に柔らかいですね。うん、美味しい。で、断面見てください。輝くばかりのこの小豆で、結構細かくこしてあるようで、うん、なんか粉っぽくないというか、うん、まあ程よく残ってるかなって、うん、まあね、そうですね、うん、香りもすごくいいですし、で香りが時間が経っちゃった感じの小豆の匂いがしないんですよ。時間が経つとちょっとなんか栗みたいな匂いになっちゃうじゃないですか。それが全然なくて、すごい若い小豆って言ったらいいんですけど、フレッシュな香りがします。若いやつ。ぜひね、皆さんも、これお取り寄せはできるんですか？取り寄せできますね。ネット販売がなんか始めましたっていうね。ネット販売はその有名な方はやってない。あ、やってる。あ、やってるんですか？うん、これまた季節がまた涼しい季節になるとお取り寄せもできます。そうなんですね。ただ真空パックがないので結局、うん、3日とかそれぐらいしか持たないんだけど、うん、多分すぐ食べちゃうと思う。あ、そうなんですか。うん、またこれまた何かの機会に。あ、ぜひぜひ、うん、本当に美味しかったので、うん、ぜひ皆さんおすすめですので食べてみてください。って、はい、というわけでね、どん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 ちょっとね、無茶ぶり率が上がってくるかと思いますけど、進めていきたいと思います。ゲストトークコーナーでございます。イエイイパフパフ、はい、なんかみんなね、いつ無茶振りされるかっていう恐怖でイエイイパフパフもできないような状態でございますけど、ね、先輩のね、すみえちゃんにもどんどん振っていこうかなと思いますので、人間にできることであれば、はい、トークですね、大体トークですから大丈夫です。というわけで、今回ですね、ゲストさん、そして準レギュラーさんのハマっていることマイブームをまずね、早速ね、聞いていきたいわけですけれども、まず最初にご紹介をもう一度させていただきます。はい、今回お越しいただきましてありがとうございます。お呼びいただきましてありがとうございますすごく腰の低い方でちょっと恐縮なんですけれども、して方宝生流能楽師の枠宗太郎さん、枠宗太郎さんでございます。初めてのですね、初舞台は1995年、平成7年東映で初舞台を踏まれたということで、これでまたちょっと逸話があるんですけれども、ちょっと伺ったんですが、あ、はい、東映というこの曲で、はい、初舞台を踏んだんですけどね、はい、普通は
能役者は子供の頃から稽古してて、はい、で小方の時に初舞台というあの鞍馬天狗の花見という役でね、はい、花見をするだけの立ち並ぶだけの役で大体初舞台を踏むんですけど、私は子供の頃からやってないんで、はい、高校生から始めたんで、それで初舞台がこうちょっと遅いんですけれどもね、高校卒業してすぐ初舞台だったんですけど、でそれで東映という曲で、でこの東映という曲は、まあ、そのお能の中でも現代劇みたいな曲なんですけれども、でそこにその男たちがその酒盛りにやってくる役なんですね。それで肩に笹を担いでずらーっと並ぶその立ち衆の一人、一番後ろの役として登場して、でその橋がかりといってお能では花道のような、ね、幕から出てくる長い廊下のようなのがありますけども、そこで立ち並ぶだけの役で、そこから舞台に普通は入ってくるんだけれども、この役は早くなんで、そのまま切り戸口といって舞台を通り越して一番その下手の方へ抜けて舞台から消えちゃうんですよ ね、あの鳴尾っていう連れがいて、そこにあの支店を訪ねてくるっていうんで、囃しながらあのまあこうお囃子を囃しながらっていうこういうふうにあのお酒を飲んでこれからまたどんちゃん騒ぎしようじゃないかっていうようなあれで出てくるんで、一人だとあんまりそんな感じがしないんで、もうあの囃しながらで出てきて立ち並んで、でももうそこでもうその役割は、うん、一瞬な感じなんですか。そうなんです。それで結局もう中入っちゃうと本題に入っちゃうんで、そこでまた飲みや歌いやってやっちゃうとただの宴会になっちゃうんで、で、さあ、酒向かいのために私やってまいりましたっていうふうに言うところには、もう後ろにはもういなくても構わない。結局能の場合は簡素化しちゃうんで、もう必要ない人たちっていうのはことごとくいなくなっちゃうんで、うん、結構シビアな感じのお芝居なんですね、うん、だから男だもんね、うん、男連れって結構あんまり残るってないよね。そうです。だからもみじ狩りなんかだと女性の表かけて豪華な唐織を着て、刺繍の唐織を着てもみじ狩りでこう連れがいる、それは結構残るんだよね、うん、であれは景色だってい言われた方がいるんですけど、やっぱり華やかになるんだったらいた方がいいって言って、全然何も声も発しなければ何もしない、ただじーっと45分ぐらいずっと座ってなきゃいけないという。すごい。それも女性の役の方も大変ですね。そうね、美しいものがの残るというか、残りやすいっていう感じなんですね。じゃあその和装して大体出ている時間は、はい、3、4分ですかね。3、4分顔見せみたいな感じね。だから初舞台踏んでないじゃないかって言われたんですね。初橋がかりだった。初橋がかり。そうですよね。舞台上にはがっつり入っていないっていうことですよね。そう、今そういう早くから始めたんですよ、私は。すごいですね。なんか役者でいうと下積み時代じゃないですけれども、うん、そんななんか逸話を聞かせていただいて、まあいわゆるあれだよね、こちらの世界ですと。うん、モブと言われる人たちね。そうですね、早くですね。交通人役、交通人役。小さい役で。そう。それも僕思いました。大体ね、本当に始めたばっかりの方はそういうモブから舞台を踏んだりとかされる方。僕はね、あれですよ。もう小方で高い声で子供はあれ発するんですけど、もうやっぱり声変わりしちゃうんで。小方ができない、この子役ができないって言うと声変わりすると今度大人の役がつくんですけど、うん、大人の役でも声変わりしてる間ってかすれちゃってダメなんで、そういう時にやっぱりその東映の連れっていうのは歌えないんだよね、うん、だからセリフも何もない、ただ本当にモブなんで、もう声を発さないでそのままいなくなっちゃうっていう、わしょいわしょしないわけですよ。そう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 、うん、まあわしょいわしょいっていうか、もう笹持って、はい、じゃあはい終わりましたーって。それもなんかすごいことで、それが初舞台で、はい、すごい。でそのね、あとですね、2004年平成16年になんと小鍛冶で初して、してというのは主役のことでございますね、を務めると、主演にまで抜擢されるということですね。まあ演劇的に言ったらそうですね。演劇的に言うと、ついに下積みの努力が報われて、あなた主役でって言われるこの感激ですよ。そうですね。
それ初めての時はね、みんな初して、してというのは主役ですよね、うん、もうやっぱり感激しますよね、うん、どうでしたか緊張しましたか。もうやっぱり覚えてないですね舞台出てる時のことはね、もう懸命にやるのみという感じで、うん、そんな純粋な時もあったなと。今はそんな感じではない。今もその時の気持ちを大事にしようと思って日々精進しております。立派です、素晴らしいですね。あれなんかあのちょっとカットした方が生なんですよね。生ですね。カットできません。カットしかないんですけれども、うん、はい、で、あの小梶も東映もあの少年が出てくるっていうので私ちょっとお勉強させていただいたんですけれども、小梶は稲荷大明神の、はい、化身の少年が出るということで、狐さんですよね、うん、そうですね、そう、それでお稲荷さんって言ってね、あの狐さんになるわけです、うん、狐の神様が後半の主役 で前半はその主役の化身として、はい、童子という言うんですけれども、はい、まあ、神道ですね、神様に近い、子供というか、はい、だからなんかこう出てくる時から普通じゃないという感じの、神聖を秘めた子供ということで、うん、衣装とかもあの普通のものではない。まあ、衣装は大体普通のものなんですけど、頭はね黒頭といって、あのこうザンバラ髪みたいなね、もうこうか、ロングヘアみたいなね。で顔も童子といって、でやはり少しこう透明感のある、うん、あの神様がかった子供の顔をした表なんですね。表っていうのは、まあ能面のこと表って言うんですか。まあ近いところで言うと座敷わらし。ああそうか、うん、なんかちらっとこっち来ましたけど、ね、あのすずめちゃんね、あやかしの公演で座敷わらしをね演じて、はい、まあ、そういう昔ですね去年のことなんですけれどもね、すずめちゃんは女の子の座敷わらしだったんですけど、こちらはもう男の子の座敷わらしという感じ。やっぱり子供の面というのは作りが全然違うものです。小さかったりとかするんですか。そうですね、あの大きさは一緒なんですね、うん、子供の面で小さくしちゃうとね、ここ出ちゃう。あ、そうちょっと顔出しみたいになっちゃって辛いものがあります、ね、やっぱりほっぺにねエクボが少しあったりとか、うん、ちょっとか、ね、あのやっぱり可愛らしくね、うん、あのやっぱり子供っていうね、残して、うん、色もさっきあの透明、ね、そうですね、やっぱり白っぽく、うん、で髪の毛がこう描いてあって、こう前髪がこう垂れてるんですね。それはやはり子供だということを一つ表現してるわけなんですけど、能面もあの見せて最初、一番最初に高橋さんが出てくる時に、去年の9月の時にね、あのいくつか持ってきましたけど、うん、本当にあのちょっと下を向くだけで陰ってるように見えたり、上を向くとあの希望にあふれてるように見えたりとか、うん、またあれなんですよね、本当にちょっとした角度で、あの全然違っちゃうんですよね、うん、あの子供も同じですか。うん、あの能面はもう全般的にそうですね、だから子供の面もその例えば悲しいとか憂いをこう秘めてるような感じの演技とかもある。やっぱりなんかやっぱりほらあの本当は狐なんだけども、うん、今は言わないよっていう、そういうところからだんだん結局、うん、じゃあ実は私はっていうところへつながっていくので、あ、うん、最初隠して、ね、やっぱり何かあるんじゃないかって、だいたい童子ってそうだよね、うん、そうですね、女の中に出てくる童子、まあ、少年というのはだいたい何か抱えてる、そう、何か隠してるっていうかね、うん、何か、うん、まあそうじゃないのもあるけども、だいたい今度の総計もあの、あ、同時に、ただ同時、今度あれだね、大山が最後にやるから、そうだ、うん、主伝同時、はい、はい、そうですね、あ、うん、妖怪でもいますね、うん、あの今日の妖怪って、主伝同時ってお酒の妖怪でしたっけ。そうですね、うん、これがだから、うん、あの前半はやっぱり同時の表をつけてて、後半になると鬼になるんでね、あ、面白そうですね、なんか夏こそそういうのをやるといいかもしれないと思うんですけれども、ね、ぜひあのその6月の20日にですね、あのまた後ほど宣伝させていただくんですけれども、お二人出演 されています五分会ですね、はい、の公演があります、水曜橋の宝生能楽堂で、はい、
やられるということで、これ時間とかはお二人とも全然バラバラな時間なんですか、ね、ちょうど正午始めで、はい、私が正午ですね、正午もう一緒っぱなで、あの八島というものを務めんですけども、八島はあの、皆さんご存知の源義経、はい、がもうやっぱり没後だよね、あの生きている間の物語は結構あるんですけど、あの亡くなった後にボゴレとなって現れるっていうのはこの八島だけですよね。そうですね、ボゴレになってからのお話ということで、八に島とか言って八島ですよね。そうです、そうです。高橋さんはこの 歌裏という、はい、はい、あの歌に占うとかって、そうですね、あの、歌占いのあのっていうことなんですけど、あの僕はその占い師をやる、占い師、そう、占い師の役で、いでたちがちょっと面白いんですよ。白髪なんです。でこれも表の話なんですけど、白髪で、真っ白な白髪でこうたあの垂れたあの髪の毛をつけていくんで、表は若男って、若い男の表をつけて、だから設定は若い男なんですよ。でも髪が総髪真っ白、そうそうそう、で実はそのいろいろとこう諸国をあの歩いている時に、一回臨死体験をしてしまうんですね。で一回まあその3日後にまた3日するとまた蘇生したということで、その時にもう頭が白くなって、その占いの力を授かったっていうことで、そこへあの2人の人が、いわゆる大人と、まあ、子供ですね。で、この子供がやっぱり親と生き別れた子供で、占いがよく当たるというから来たんですけどっていう、じゃあ占って死んでましょうっていうことで占うんですけど、で2人ともやっぱりその父親のことを尋ねてくるわけですよ。あの歌を読むんですけど、この歌は父を、父のことを尋ねているんですねっていうことで、で今生きてるのか死んでるのかもわからないっていうんで、その男の人は尋ねてきたんで、あ、この歌だと病気でちょっと危ないけども、でもこの歌には治る、蘇生するという文字も隠されているから、案じなさいって言って、まあそこは男の人は安心するんだけど、そうすると今度子供が、私も弾かせてくださいって言って、じゃあいいよっつって弾かせるんですけど、これもやっぱり親のこと、父親のことを尋ねてるんですね。でそのやっぱり歌が違うわけですよ。書いてある短尺、5つ短尺が並んでるんですけど、その中から1つを選ぶっていうことで歌を読むんで、一番その先に、一番最初に手に当たったものを読みなさいって言って、で読むと、俺も父のことを尋ねている、でしかも歌の内容から言うと、もう会っているんだ、いや私は父を探して父に会ってないので、だから占ってのもらってんですよって言って、そのまんまつながっていくと、実は自分しての別れた、生き別れた子供だったっていうね。まあ前半はそれで、それでまあ後半になると、そのやっぱり親子ですから、子供と一緒に国に帰んなきゃいけないって言って、まあ連れてきた男の人は、じゃあ一人で帰ってちょっと名残惜しいけどもっていうんで、じゃあ僕が持っている芸で、地獄の有様を表す舞があるかっていうふうなことで、それを見せてあげましょうって、見せてくださいって言われて、じゃあ見せましょうっていうことで、まあそのいろいろやり取りがあって、後半はだから結構舞がずっと動きがあって、ずっと地獄の有様を表す舞というのが舞うんです。ちょっと怖いですね。地獄の有様っていうと、あ、地獄絵図のイメージが、まあそれはまあね、歌いの方で全部やっていただくので、まあ、歌いとそのからのそんなに派手な動きじゃないんですけども、まあそれからまたちょっと後半はね、切りはちょっと荒々しいよね。八島、すごいですね。八島はあれだよね、義経。でもこれ頭って言って源氏の物語なんですけど、僕ら修羅物って言って、その侍が出てくる常政とか平敦盛とか、は清常とかね、はい、は負け修羅って言ってるんですよ、平家の。
で勝ち修羅っていうのはやっぱり源氏のものなんですよ、うん、その源氏のものでは坂の上の田村麻呂とか、うん、それから金平とかね、あとは海老名の太平の梶原平蔵景時、とか、その中でも源義経っていうのは別格なんですよやっぱりね。だからあの僕も屋島勤めさせていただきたいただいたんですけど、うん、あのまあ勝ち修羅だから元気よく堂々とやればいいんですけど、屋島はもっと恐ろしささえ感じなきゃダメだっていうふうに、強さを、そうですね、うん、やっぱりなんかこう義経っていうのはやっぱり能の中でも別格になってますね、うん、別物っていう、もう強さとそういうその勝利の象徴のような、そうですね、ああそうなんですね。演劇もそうですよね、そういうあの演目、例えばシェイクスピアなんかでもあの王子いっぱいいますけれども、うん、ね、あの同じ王子じゃないからっていう、例えばハムレットとか、うん、気もおかしくなっちゃうしっていう、うん、なんか共通点がありますよね、そういった、なんかあの若い方でも例えば見たいよっていう方とかいらっしゃると思うんですけれども、例えばマナーとかってあるじゃないですか、一番そう見に行きたいけど行けないっていう方の一番はマナーどうしたらいいのかなっていうのがあるんじゃないかなと思いまして、おのを見る時のマナーとかもしちょっと教えていただけたら。敷居が高いからっていうふうによく言われるんですけど、そんなこともなくて、まあ下準備っていうか、あの予備知識があれば、はい、余計に面白く見れると思うんですけども、ね、安心して、とにかくあの本当にあの簡略化してるし、あの本当に小さな動きで表現しなきゃいけないんで、はい、あの劇団のワークショップで解放っていうのやるじゃないですか、はい、あの喜怒哀楽の解放、そう、笑う、泣く、それから怒る、はい、僕それが一番苦手で、あ、そうなんですあの僕らってうちに秘めなきゃいけないじゃない表現するの、ね、だからね、結構そのやっぱりその表の照り曇り、まあで表現しなきゃいけないっていうのもあるし、あとでも気が残らないと、やっぱり怒りでもじーっとしてふっていっちゃうとそこで切れちゃうんで、気はこう残しておきながら去っていくっていう動作をしなきゃいけないわけですよね。だそういうところですごくやっぱりあの見て、あ、ここはこういう感じなんだなっていうのをやっぱりあの思いながら見ていただくともっと面白くなるんじゃないかと思います。もう一つ一つの動きに集中をしてじっくり見ることが楽しむコツということで、一つ一つにやっぱり意味があるんでね、ちょっとした動作でも意味があるんで、首を少し傾けることもこれは意味があること、そうですね、あの細かいところを見れば見るほどその、まあ、物語がよくわかるっていった感じなんでしょうか、うん、そういうわけで、まあ全く何も予備知識なくて見ちゃうと、まあ、やっぱりわかんないかもしれないですね、あ、うん、特にあの動きのないものは、ただあのおのの中でも分かりやすいものっていうのはやっぱりあるんで、やっぱり最後 の, あの今度のやる大山なんてのはもう鬼退治ですからね、あ、うん、あの源の頼光ってあの実在の人物ですけども、おの、うん、の中ではあの悪霊退治じゃないけど妖怪退治ですよね、土蜘蛛をやっつけたりね、だから足尾もそうか、うん、ね、それで今度大山の時もそうだし、まあ土蜘蛛の場合は頼光の家来があのね、一人武者が坂田の金時とかね、うん、あ、金太郎さんですね、うん、あ、坂田の金時さんというのはあの金太郎さん、ああその名前、結構その有名なね、有名どころも出てくるんですよ、まさかり担いだ金太郎さん、うん、らしいんで、だからあの有名な武将も出てくるんでね、はい、そういうところでも楽しめると思います。歴史が好きな方って結構最近増えてますけれども、うん、ぜひそういった、ね、お能でちょっと歴史をまた
知識を増やすといったらあれなんですけれども、多分演じられてる方によってまたその感情の出し方っていうのも役者もそうなんですけれども変わったりとかもされるんですか？完全に一緒なんですか？おのっていうのはやり方演じ方っていうのは基本的には一緒です。あ、そうなんですか。僕らは結局こうしようかああしようかどうしようかっていうふうなところは演劇の場合は演出でこう切磋琢磨しますけど、僕らの場合はもう基本約束の芸能でここはこう動く、ここはこういう気持ちでいるっていうのがやっぱりセッティングされちゃってるんで、それが本当にもう昔からそれで決まってるっていうことなんです。ただね、そのやっぱり役者によってそうじゃない決まってるところはあるんですけど、決まってないところっていうのはちょこちょこっとあるわけですよ、そういうところでやっぱりちょっとその思い入れが違うところっていうのがやっぱり役者ごとに違うもんだから、だからそれでやっぱりこの同じもんやってるんですけど、650年同じもんずっとやり続けてきて、でも来るたびになんかやっぱり違うよねっていうふうに思われるのは多分そういうところからだと思うんですよね、奥が深いですね本当に。でも若い方も絶対に見に行きたいなっていう方いらっしゃるの で、もっともっともっと、興味を持っていただくためにも、まず役者さんのファンになっていただくということが大事かなと思いますので、もう僕ら役者ですから能楽師っていう名前がついちゃってますけど、はい、うちの祖父、亡くなった祖父が言ってたのは能楽師ってやだ偉そうでっつって、俺たちは能役者だよっつって、でお客さんに気に入られてなんぼの世界だからっつって、そうですね、気に入られなきゃダメだよっつっていうふうでね、よく言ってたそうなんで、だから皆さんと一緒ですよ。でも確かに歌舞伎でも役者さん目当てでっていう方多いですもんね。ぜひ2人の人となりをまたここで、はい、お仕事ではない能楽師としてではない個人のちょっと人となりを暴いていきたいなと思うんですけれども、すいません、ノーコメントで、そういう番組なので、ぜひちょっといいところでこの能楽を知っていただいたところで、全然関係ないんですけれどもマイブームをマイブームいきなりです。全然関係ないんですけれども、今ハマってらっしゃることって何ですか？私ね、うち、亀がたくさんいるんですよ。たくさん、亀と金魚と、そうなんです。陸亀と、すごい、陸亀が3匹と、それからヘルマン陸亀って言うんですけどね、その3匹は。ヘルマン陸亀。この大きいのと、それが3匹。これとね、これとこれ。あ、はい、大中小。中小で名前も大中小って言うんですけど。あ、本当ですね。はい、それで、あとはね、ミシシッピー匂いガメってのがいて、でこれはこのぐらいになって、耳赤いやつですか？ね、それはね、耳赤ガメ、また違うやつなんですね、それはこのぐらい大きくなっちゃうやつなんだけど、ミシシッピー匂いガメはこのぐらいまでで、でこれが2匹っていうね、オスメス、それからスライダーと呼ばれるね、このぐらいの、フロリダアカハラガメというのと、すごい、それからキバラガメ、カメさんいっぱい、それからつい最近入手したのがカブト匂いガメというのが、このぐらいの、結構なんか匂いがあるじゃん、大体匂いがついて、ただ臭くないんですよ、そうなんですか。本当に天敵に襲われた時だけ自然界ですごい匂いを出すらしいんですね。スカンク、スカンク方式ですね。そのキバラ、はい、キバラガメとか赤ハラとか、で、本当にお腹赤い、赤いんです、それは本当に綺麗な赤してて、もうちょっと持ち上げるとね、綺麗な、本当にこう、もうシンクというか、なんかこういう感じの、そう、そういう赤ですね。黄色いお腹のカメさんもじゃあいるけど、黄色いんです。完全に黄色いんですか？いや、そう、綺麗な、これお見せしていいですか？このぐらいの黄色かな。ああ。
結構黄色、はい、綺麗、結構な黄色さですね。本当もうこうやって持って眺めてるとね、綺麗っつってね、もうペロッと舐めたくなって。あ、そうですね。カメさんお好きなんですか。もうね、可愛いんですよ、本当に。で、私が近づくと、はい、みんなあのバシャ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 、あの餌くれっつって、あ、上がってくる。あ、なんかカメさんのリクガメのペットショップでご飯シーンを見たことがあるんですけど、うん、あのリンゴの切ったの食べてたんですけど、すごい可愛い、もしゃって食べて、こうもしゃもしゃもしゃ食べてそうそうそう、こう行くんですけど、ポロっていって、あれ食べられないって、あれでまた掴むと、もしゃもしゃもしゃって、あ、すごい可愛くて、ぜひ、ね、皆さんペットショップ行ったらカメのコーナー行ってみてください。すっごい可愛いです。カメ可愛いです。可愛いですよね。カメ懐くんですか。懐かないですね。懐かないです。なんか手に寄ってきたりとかしない。ないですね。あの餌くれる人だから。だから僕が来ると暴れるだけで。餌が来たっていうことで。そうです。あのご主人様が来たから嬉しくてではなくて、ご飯の時間だという、あ、なんかあの餌が分かりやすくていいですね。シンプルで。まあ、あんまり頭良くないですからね。あ、そうなんです。長生きするって聞きますか、ね、そうなんです。そこが問題で、多分私よりは長生きしちゃうんですよね。あ、本当にそんなに長生きするんですか。カメは万年だもんね。そう、本当に忙しいです、まあ、万年っていうのはね、ちょっと大げさではあるんだけど、ただそのヘルマンリクガメなんか本当 5,60 年生きるらしくて、今僕40なんで、今から50年、50歳から全然大丈夫ですよ、そんなの。いや、90歳の時に、ね、このカメどうしようかな。あ、あのね、やっぱりこう次の世代に引き継ぐこともできる。そうですね。あの、家族で飼える、うん、今息子と娘に3世代ぐらい教えてるんですけどね、飼い方を。カメ、え、子供たちは何してんの。え、子供たち、うん、このカメを飼って、あ、お父さんがカメを飼っていることにした。そうですね。まあ妻はね、あんまり動物好きじゃないんで、そうですね。で、そーっとね、僕が飼ってくると子供たちが、あ、お父さんまたカメ飼ってきたよって、あ、飼ってくる時はそっとあの何事もなかったように増やせればいいなみたいな、子供か何かじゃないかなみたいな、そういうことですよね。一匹増えてる、生まれたんだって言えって。あの、つがいですもんね、オスメスっていうと。そうなんですよね。増えますよね。増える、危ないんで話してるんですけど。あ、なんかもったいないから増やせばいいのではなんて思うんですけど。そうですね、でも案外難しくて、いろいろそのやっぱり砂漠に住んでるようなカメだから、増やすにもね、そういう状況をいろいろ設定してやんないと、砂がってないと、そうそうそう、卵産めないですね。50センチぐらいの深いあの土を作ってやんないと。だから、あの衣装ケースとかね、はい、あのこうプラケースで家でこんな大きいので砂を入れて買わないと産んでくれない、そんなに深く掘るんですね。そうそうそう、そんな高橋さんはやっぱりアニマルは大好きですか。動物はでもまあ、一般に飼ったことありますけど、カメもね、飼ったことあるんだけど、あの、冬眠したのね。冬眠して冬場で冬眠して、さあ春になって出てくるかなと思ったら、二度と出てこなかった。そんなまま入っちゃって、俺これ死んでるぞつって。あのね、冬眠させちゃいけないんですよ。あ、いけないの。家で飼ってるカメは難しいんですよ。あ、そうなんだ、ね、起きてこないことが多いんで。あ、そうなんだ、ね、あの甲羅の中にこう首も入っちゃって、足も入っちゃって、こういわゆるガメラのこういう感じになっちゃって、なって一応寝るんだけども、そで暖かい間はぐーって朝になると出てくるんだけど、ある時出てこなくなっちゃったね。うん、永眠しちゃった。そうそうそう。冬眠から永眠になっちゃった。辛い辛い辛いお話になってしまいました。カメさん、そうですね、自然界じゃないから冬眠の仕方よく分かんないまま寝ちゃうっていう、なんかあの厳しいですね、アニマルの世界は。高橋さんも同じ感じのあの。マイブームかななんて思ったら全然違う感じでしたか。実は僕のマイブームはもう毎回言ってるんで、なんかもうなくなってきちゃったんだけど。でもあの
結構ね、あのこれもそうだけども、うん、お菓子屋さんスイーツに限らず、うん、あのまあ大体みんな父が開拓してる店が多いんですけどね、うん、あのお正月の時のあの星のね和菓子もそうだったけども、うん、あれもやっぱり 父がねあのずっとごひいきにしてた和菓子屋さんで、あの飯田橋のね、うん、結構ねあのこう渡り歩くの好きですね。あのじゃあ、うん、甘いもの、うん、渡る小さく渡るだけにって言いますね。ありがとう、ありがとう。言ってほしいのかな。空気をすごい読んで、別にそれはすごいね、結構持ってらっしゃる、ね、持ってらっしゃいますね。イケメンで腕も持ってらっしゃるっていう素晴らしいゲストさんです。スイーツというか甘いものをたくさんこう食べるっていうのは結構ストレスの発散とかにもいいんですかね。いやまあでもあの自分が食べるよりも食べてもらう方が多いかな。あのやっぱりちょっと、病気になったこともあるんで甘いものは控えてくださいって言われてるんで、うん、この年になるとね、いろいろ出てくるんですわ。はい、だんだん辛い話になっていってしまう。うん、なんかあれかな、ちょっとそろそろじゃあね、あのトークコーナーを締めさせていた方がいいかしらっていう感じなんですけれども、はい、じゃあね、あの先ほど告知をしていただいたので、はい、あの一枚チラシを持っていただいて、はい、はい。サブ MC さんに持っていただいて、あこれもう一度、はい、告知をまずですね、はい、あじゃあ僕が持ちましょう。あすみません、はい、今月、6月公演ですけども、はい、まず、6月14日ですね、はい、午後2時始めで、はい、月並みのというのがあの、はい、また定期能があるんですけども、これはあの我々よりもちょっと上の人たち、まあ、中堅から、ベテランの方たちが、うん、ものを務めるっていう、この今月はですね、朝倉俊樹さんの千住というね、はい、おのおと、はい、それからこれもちょっとあのかわいそうなんだよね、あのやっぱり平家 の武将が連れて出てくる平重衡がもう結局囚われてて、そこにあの千住という、まあ、ちょっとこう慰めるためにあの頼朝から言われて、慰めに来てるって囚われて、まあ、あともう要するに処刑されるのも待ってるわけですから、ね、で最後はこういろいろと主演をして、まあ、慰めてるんだけど、最後は重衡も呼びがかかって、まあ行ってしまうというのを千住がこう見送るというすごく切ないものがあるんですよ。あともう一番はあの亀井康夫さんの、はい、これはもうあれですね、あの有名なところ山んば、うん、でこれはあの妖怪結構多いですよね。妖怪多いんですよ。多いですね、うん、であの杖の方っていう特殊演出で、はい、あのやりますんで、はい、お能2番とあと、うん、お狂言1番、骨皮っていう狂言だな、骨皮、骨に皮ですね。そうですね、スネオですね。まさか自分が想像してるスネオが来ると思いませんでしたけど、まだちょいちょいぶっこんでくるね。全く同じこと想像してこないですね。だいたいあの楽屋こんなもんですから。あ、そうだね、スネオですねとか言ってるんですね。で、ほんまあの今度我々の方になりますけども、うん、はい、私たち6月20日今月20日ですけども、はい、これはあのやっぱり若手から中堅のですから、先ほど言ってたあの初して、はい、初舞台かな、初舞台はまたですか、初して若い人が初してをやるのはやっぱりこの文会っていうね。じゃあ初めての初してを 見れるチャンスがもうここでしかないっていう。そうですね、お祝いの会で、まああのお客様には何も振る舞われないんだけども、でも見れるだけすごいですよね。これはあの正午から始まりまして、お能が4番と、狂言1番があります。で先ほどもあのちょっと言いましたように、はい、演者の写真が載っておりますので、はい、こちら、うまく映るかな、一番上の、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はい、一番上があのこの、はい、はい、あの写真写りがの
実物じゃないかもしれない。いつの写真だっけ。ね、で、あの、はい、屋島、それから私の歌浦と、そして、辰巳大二郎さんの柿椿ですね。これはあのもう3番目の女性の。で最後に東谷光雄さん、一番この中では僕らの先輩なんで一番上になりますけども、大江山という先ほど言ってたね、四天童子のものがあります。そして狂言が2番ありますので、まあ長丁場ですけどもね、ぜひいらしていただきたいと思います。見応えはバッチリな感じですね。結構内容はね、八島も有名な曲ですし、柿椿も有名な曲ですし、です、ね、で大江山はまあ鬼退治のですし、まあ歌裏がまあちょっとこう少しこう人間ドラマみたいな感じになってますけども、これはまたまあいわゆる演劇でいうセリフが多いんですよ。そうなんですか。今日もおじに稽古していただいたんですけどね、ダメでした、メロメロでした。そうなんですか。じゃあずっとまあ、声を発しているというかような状態。そうですね。で同じようなところでこうだったんだけどこうなんだよっていう同じような文句が続くんですよね。あ、分かんなくなっちゃう。そうなんそう、なんとかいい具合に持っていきます。そうですね、はい、20日はぜひ皆さん楽しみにしてね。歌裏って私も初めてちょっと聞いたんです。柿椿は、うん、あやめか柿椿の柿椿ですよね、うん、聞いたことがあるんですけれども、で主典童子も知ってるんですけど、この演目は初めて耳にしました。歌裏って関西流あるかな。ありますね。あるか、うん、本当に歌裏でしか使わない弓に短尺を、まあ、5枚つけてあるんですけど、何も、うん、まあ結んであるんですよ、なんで弦のところに。で短尺を、まあ、七夕のようにこう 5枚つけてあって、でそれをさ、好きなのっていうか一番に手にある、じゃあもうこれって言ったのを読み上げなさいっていうふうなことを言って、選ぶわけじゃなくてもうこれと決めたらこれ。そうです、そうです。タロットカードとかそういう、まあ、現代で言うとそうですね。ああ、そう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 、そんな感じです。だから変な話、何も書いてないんで、小道具は。じゃあもう肝心帳じゃないですけど、そうそうそう。読まないといけない。種明かししちゃうと、種明かしっていうか、ネタバレしちゃう、されしちゃうと、最初はその大人が選ぶんですけど、左から2番目を選ぶって書いてあるんですよ、動きのやつには。で、子供は真ん中を選ぶって書いてある。これ同じもん選んじゃうと同じ歌になっちゃうんで、そうですね、話が続かなくなっちゃうんで、絶対同じ短尺を選んじゃいけない。男は連れは左から2番目、お方は真ん中を持ちなさいって、ちゃんとそのもう先祖代々つながっているそのつけっていうのがあるんですけど、それに全部もう書いてある。これも要チェックですね。もうここでしか多分情報発信しないことですもんね。こんな中のことって言ったらあれなんですけれども、台本上のことはなかなかね、聞けないことだと思うので、結構面白いですよ。見てるとちょっと細かいやっぱりそういう配慮がされてるんですよ。あれ2人とも同じ短尺選んだらどうするんだろうっていうね。そうですよね、なんかちゃんとト書きに書いてあるっていうことですね。そうなんです、それが全部僕らはなんていうのかな、普通のやっぱり劇の演劇の脚本っていうのはもうこう書いてあって、こういうこう動くって書いてあるじゃないですか。全部その僕らはコピーとかじゃなくて、まあ、祖父とか、まあ、がずっとつなげてきたその書いてあるものを、まあ、写経じゃないですけど、全部その赤筆で全部その動きを書いていくわけですよ。写していくんですね、はい、すごい。これがもうすごい伝統で、長い期間これがずっと行われてるって思うと余計ものすごいですね。伝統芸能ってすごいなって思いますよね。まあね、僕らはいわゆる一子相伝っていう言葉があるんで、そのずっと代々つなげていくっていう、だからコピー今はそういうもう
文明の利器があるんで、もうコピーしたらっていう、そうじゃなくてやっぱり自分の手で、はい、そうして自分のものにしていくっていうことです、うん、面白いですよ。あの父の、僕は今回は父の付けを写したんですけど、歌浦初演って父の名前が書いてあって、昭和55年、45歳って書いてある。ああ、僕より6つも若い時にやったんだなみたいな感じ。ああ、なんかそういうのを考えながらやると余計に血のつながった、ま、父親とまたちょっとあれですね、比べるじゃないですけれども、たりとかして精進していくみたいなところもあったりとかするんですか。やっぱりそれをついてもありますよね。あのやっぱりあの親もやってて祖父もやっててっていう風になってると、誰々のお孫さんだから、誰々の息子さんだからっていうのがついて回るんで、プレッシャーにもなるし、負けちゃいけないっていうのにもなるし、だからあの伝統芸能をやってらっしゃる方って本当に心が強くてまっすぐでいらっしゃるんだなと思います。高橋さんも本当にずっとお話もさせていただいてるんですけれども、まっすぐで強い方だなっていう印象が強いので、あの緊張されてますけれどあの急にぶってこうぶっ込める強さすごいなと思います。本当にお邪魔いたしました。その小さくならない。あのどうでしたか今日は、あの出ていただいて感想もしよろしければ。これ本当に生放送なんですか。生放送です。今配信されてますよ。今気づいて。今更。はい。まあ、どうぞあのカメラの前の皆様に一言。枠総太郎です。イントネーション、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。素晴らしい。いい声ですね、やっぱり。もう昨日あの会員のね、あのお弟子さんたちの会があって相当歌ってんでしょ。そうなんです。いっぺん声潰れてね。そうでしょ。かなりこれでも声がね潰れてガラガラなんです。そうなんですか、うん、いやなんかぜひね今度次はもう本庄市の時に来ていただければと思います。ありがとうございます。あの本庄市の時の声も聞きたいなと思いますので、ぜひぜひスカウトあるかもしれない。スカウト音声のドラマに出てください。いい声で、ぜひ。高橋さん、いかがでしたか。はい、また、今月から邪魔にならないようにです。いや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 、全然邪魔にはならないです。はい、いやいやいや、もう、出させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。して、今回初めてですよね。はい、はい、どうでした。何もしてないですよ、私。いや、ずっとなんか座敷わらしのごとくずっと聞こえましたね、うん、座敷わらし言いますけど何を番組どうでした、はい、感想というか。感想ですか。もうあの全然わからないっていうか、初めての世界なので私からしたら、はい、知らないことをいっぱい聞けてすごい勉強になったなと。ちょっと興味とか湧きました。湧きました。見てみたいなって、あのイメージがあんまりつかなかったので、実際どんなそういう面なのかとか見てみたいなって思いました。そうね、9月の時ね、いらっしゃらなかったからね、はい、ったので、またなんかの機会で。本当にあの今見てくださっている方もそういうふうに思っていただけたら私もすごく嬉しいです。ぜひあの20日やりますので、皆さんあのお時間ある方ぜひぜひ、私も会場にいます、見に行きますなんかもうなんかアキラちゃんの周りにいっぱいお客さんいたよね、みんなアキラちゃん舞台の方みんな見てるしまというわけで、あの今回ですね、して方宝生流道学士の、枠総太郎さんで、はい、したそして、準レギュラー今月からですね、はい、今月から、はい、しっかり準レギュラーをしていただきます、高橋わたるさんでした。皆さん、今回もですね見ていただきまして本当にありがとうございます。次回なんですけれども、7月の5日です。7月の5日日曜日、同じ時間で17時から18時の生放送ですので、ぜひユ、ストリームに登録していただきまして、チャットはどなたかいらっしゃいますか。今それがですね時々ね、電波の状況でチャットに残らないことがあるんですけれども、後から見れますので、ぜひあのチャットでメッセージいただければなと思います。何度かね送ってる人がね、はい、すいませんです。すいません、はい、あることなく申し訳ないです。懲りずにまたメッセージいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。、はい、というわけで本日も見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。またね、バイバイ。